輪っかを、この大天使のボコッとしたところをなくしていくトレーニングです。はい、こういうふうに膝を90度に曲げて、骨盤を動かさずに上までこういうふうにパカパカと。吐いて、上に上げるときに気が付きます。吸って吐いて、で大天使がボコって出る人の、多くがですね、お尻の筋肉が衰えてるんですね。ですからこのお尻の筋肉を、鍛えていくという運動がとても効果的になります。で内股とか、O脚とか X 脚の人もやっぱり大天使部分がボコッと出やすくなりますので、そういった人たちも今日のこのメニューをやってください。お尻にこうギリギリギリと感覚があると思います。はい、逆いきます。こういうふうにここまでぐらいしか多分開かないと思うんですね。これ以上行こうと思うとこう腰が、骨盤が後ろに倒れてしまって、後ろに倒れないようにね、骨盤は固定しておきます。で上に上げれる範囲まで足を上げていくと、膝の角度は90度ぐらいですね。普通にこうやってやってもいいし、こうやってやってもいいし、まあ、上半身は好きなようにポーズとってください。めっちゃ効いてくるね、お尻に。はい、今度は寝た状態から足を片方ずつ上げていきます。これもお尻の筋肉を鍛えてますね。あ、きつい。あ、上げれるところまで上げますけど、これも骨盤をねじり上げないように、このまま骨盤の位置は固定して上まで上げていきます。吐いて、吸って、あ、違う、逆よ。吐いて、吐きます。ふう、吸って、はい、逆いきます。吐いて、吸って、吐いて、吸って、まあでも呼吸が別に逆になったとしても、あの効果がないわけではなくて、まあほとんど変わんないんですけど、力を出すときに息を吐いた方が力が出やすいということで、まあ、こういうトレーニングに関してはね、だから呼吸が別に逆になろうがそんなに変わりはないんですけど、例えばスクワットで重い重量を担ぐときは呼吸が逆になって力が入らないので、そういうことはありますけど、まあ、基本的には力を出すときに息を吐くと、吐いて戻すときに吸います。今度ちょっと分かりにくいかもしれませんが、上げた足を横に移動させていきます。上げて横、吐いて、吸って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 、
これもお尻の筋肉に効きます。吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸って出てきます。上げて横ですね、はい、吐いて吸って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 吐いて、はあ、めちゃくちゃきついわ。はい、今度お尻アルティですね、肘を持ってもらって足伸ばしたまま、ふいふい肘をこう振りながら、ね、前に歩いていきます。膝はなるべく曲げないように。今度は後ろ、ふう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 、めっちゃきついです。これもこれも骨盤周りの筋肉の引き締めにすごく効果的で、しかもこういうふうに腕を回すとウエストのくびれにも効果的です。そういった部分は鍛え方が足らないので、しっかりと鍛えていくようにします。
引っ込めたいっていう人、ここを引っ込めることばっかり考えてるんですけど、結局は姿勢が歪んでるから、大転子が出てくるわけですよね。なのでまずは自分が O 脚とか X 脚とか内股であったら、それを直していくためのエクササイズ、今日やってますけれども、それだったりお尻を鍛えていくトレーニングですね。太ももの裏を鍛えていく、内ももを鍛えるトレーニング、そして前ももはめちゃくちゃ張ってますから、前もものストレッチが必要になります。はい、ターンコンプリート。